クルーズ客船の船舶代理店業務を行う沖縄シップスエージェンシー、那覇市、松田美希会長は、那覇港新港埠頭9号岸壁と10号岸壁に着工する大型クルーズ船客を送迎するため、電気バス10台を導入した。電気バスは9号岸壁に大型クルーズ船が寄港する5日から運航する。1日、那覇クルーズターミナルで関係者が出席して新たなバスが披露された。排気ガスゼロで低騒音が特徴の電気バスを使うことで、シップスエージェンシーは省エネへの取り組みと観光地としてのイメージ向上を図る。20トン級のクルーズ船が寄港する予定の本部港と宮古島市平良港に2020年までに計80台の導入を検討している。中国大手 BYD グループの日本法人 BYD ジャパン、横浜市、劉学良社長、製造の電気バスを使い、点検。整備はヤマトホールでイングス傘下のヤマトオートワークス沖縄、糸満市、江頭哲也社長が担う。松田会長は、環境への関心が高まる中、クリーンなバスを使うことで沖縄の魅力向上に努めたい、と挨拶した。